し、新しいゲームやっちゃうぞ。あれ、蛇女のゲームは？あのゲームは、最初と最後が面白いんだけど、間ずっと謎解きが続くみたいだから、パート1以降全部カットしました。って葵ちゃんが言ってた。それ、もはやカットというかボツだね。って、これはホラゲなの。割といい景色だよ。ジョン、もちろんホラゲです。ああ、音町が私のジョン勝手に使った。何やら、英語でめっちゃ喋ってるよ。心配無用。葵ちゃん曰く、英語全無視で OK だそうです。お化け屋敷感覚で遊べるらしいんだ。だから今回はウマがやる。今すっごい明るいからね。多分何にも出てこないだろうね。ということで、ちょっくら家の中物色してくわ。へえ、人里離れた静かな森の中の一軒家。太陽の光が眩しいくらい明るい中で、お家の電気もつけられるんだ。お？なんだかご飯作ってるみたい。こんな自然に囲まれた家に住んでるなら、私は毎日お外でバーベキューがいいな。お肉食べたい。お肉はその辺の山から野生動物でも買って調達するんだよ。うん、楽しそうだ。私はそんな生活に憧れるね。森へお帰り。今のところ自然を感じる良い雰囲気だけど、どんなホラゲなんだよ。タイトルはスリープパラリシス。スリーパパパシス、読めたね。もう一回言ってみ。断る。調べてみたよ。スリープパラリシス、金縛りのことなんだって。へえ、じゃあ金縛りゲーか。初耳なジャンルが出てきた。金縛りってあれだね、寝てたら急に体が動かなくなるやつ。意識は覚醒してるって状態らしいね。でもあれは科学的に一種の睡眠障害として証明されたんじゃなかったっけ。脳が睡眠と覚醒を間違えるから、怖い夢を見てると現実にそれが見える幻覚を引き起こすとか。難しいことはいいんだ、寝てみればわかる。ま、豆電球は？ウナは真っ暗にしないと寝れない派。はい、おやすみおやすみ。いい夢見ろよ。あ、あれ、寝てるの？寝てるよ。それ起きてるやつ。今って、起き上がれるの？ああ、視点の操作しかできないね。金縛ってるよ。左下、何か出てきたぞ。数字と、脳のマークがメーターになってるみたい。なんだかじわじわと上昇していってるね。ノック。あれ、電気がついたね。消してよ。ダメだぞ。え、ちょ、やだな。東北、これって、あれでしょ？夜の女性派遣サービス。お、音町、そういうこと言っちゃダメだ。茶幽霊が入ってきたんだ。その方が健全だね。見てる。ずっとこっち見てる。うん。もう、こっちは体動かないのに、電気つけっぱなし、扉開けっぱなしにしちゃってさ。チェンジだ。おはようございます。いい目覚め。なんでだよ、東北？新しい一日はすでに始まっているんだ。昨日のことは忘れて、今日という日を大事に生きていこうよ。うむ、実に清々しい朝。まるで昨日のことはノーカウントと言わんばかりのテンションだな。さて、目覚まし時計とともに目が覚めたことだし、今から眠るまでの時間を潰そう。目的地が金縛り。日中は車に乗って下界の社畜場へ行ってました。素直に仕事に行ってたって言いなよ。人間界から離れて暮らしてるのにまだファイアーしてなかっただなんて信じられない。まあね、逆にここから通勤って結構大変そうだよね。帰ってきたら、まずテレビをつける。そして自然の映像を見て、今日の疲れを癒そう。自然に囲まれてること忘れてるのかな。さてさて、皆さんお待ちかねのベッドシーンだよ。おそ待ち、その言い方もあまりよろしくないぞ。あ、シャワーシーンが先だった。でも暗転するんだよね。真っ暗オッケー。いいな、こんな大きなベッドがあったら、ウナはトランポリンしたい。多分パパとママに怒られると思うよ。あ、金縛ってます。ということは、今日のイベントの準備はできたということだね。今日は誰が来るかな？ゲームの雷ってうるさいから嫌い。左下のマークに、点灯。そろそろ何か来るぞ。今のは、Tポーズかな？Tポーズって、ゲームのバグでよく見るやつだよね。今日のお客さんは T の方なのかな？だったらちょっと安心かも。はい、なんだか人形みたいだね。回ってる。電子レンジの中みたいだね。面白い。
閉じることもできるみたいだよ。え、このお人形を見てるよ。ね、眠らないとこの縛り終わんないよ。それにびっくりするような演出来たら嫌なん。来なかった。え、眠れないのでお外の空気を吸いに来ました。編集で明るさ上げてるけどまだ薄暗いんだよね。深夜かな。さ、綺麗な空気を吸って気分も入れ替わったし、もう一回金縛り幻覚ガチャやってくる。次は怖いのが見たいぞ。何金縛りを楽しんでるのさ。修練言っとく。10日連続の金縛りって辛そうだぞ。さて、これはどうかな。当たり？あれ、動けてるよ。金縛りすら発生してない。ふっ、外れだね。そんなのひどいよ。いや、でも、なんだか様子はおかしいね。窓の外が見えなくなってるし。なんだなんだ、金縛りがタイトルのゲームで金縛りが発生してないのに、何が起こったっていうんだ。鍵がありました。寝室の内側から鍵かけてたのかな。だって、毎晩誰か入ってくるからね。確かに。あ、あれ、こんな部屋。ほう、なんだか普通のホラーゲームになってきたね。金縛り要素、どこ？わあ、昨日うちに来た人たちが。本当にお化け屋敷みたいな雰囲気になっちゃった。面白い顔してるね。ていうか、ここはどこなんだ。電気が点滅してるから、こっちに進んだら良さそうかな。昨日、金縛りの最中に現れた人形のいる世界に入ってしまったのか。これは、金縛りというより、幻覚の世界を表してるんじゃないのかな。面白ければ何でもいいよ。2回は金縛りにあったわけだし、ここからお化け屋敷スタイルでも、ウナは全然 OK です。幸せなら何でも OK にき。あれ？何にもないな。なんだか、作り忘れちゃったのかって感じの空間だったね。電気とかも何にもなかったし。英語が何言ってるかわかんないけど、なんだか金縛りがメインのゲームというより、操作キャラが過去に何か強いショックを受ける出来事を経験したってことなんじゃないかな。しちゃった。普通のホラーゲームだったら、怖い場面に来た時にこんな風に語りは入らないと思うんだけどな。ウナもそう思うじゃん。何も言わなくてもいいかな。フライトって書いてた。ここは空港だったりするのかな。飛行機が飛んでる音がする。飛行機か。私は苦手。落ちちゃうんじゃないかって、いつも怖いんだよね。音待ちも飛行機乗ったことないでしょ。怖いんだよ、飛行機って。普段は全然怖くないけどな。嘘だ。だって、緊急脱出シート使えば飛行機が落ちちゃっても助かるでしょ。ないよ。緊急脱出シートなんて。が、出し切りだ。プライベートジェットってやつだね。ここがウナのお席らしい。おとなしく着席してよ。シートベルトもちゃんと締めてね。座ってたらいつの間にか寝ちゃってたよ。もう到着する頃ですか。寝すぎ。まだ離陸してしばらくってところじゃない。じゃ、もう一眠りして金縛りを待ってみるか。どこでも金縛り体質。いや、これなんだかこの飛行機怪しいよ。そうだな、ウナが操縦してきた方がいいかもしれないな。いや、絶対状況変えられないでしょ。あ、音待ち。今、窓の外に影が。無賃乗車しやがって。それはチャレンジャーすぎるよ。あ、テレビだ。なんだか嫌な予感。低音ボイス、ああいうのすっごい不気味なんだよ。最後、無賃乗車してたやつが海の藻くずになってたね。てか、今の映像飛行機で流すには不謹慎すぎるよ。よし、ちょっと文句言ってくる。えっ、何？何者だったの？いや、金縛りの奥は深いな。金縛りというより、操作キャラがこの飛行機事故を体験した本人なんだとしたら、おそらく心的外傷後ストレス障害
いわゆる PTSD を発症し、それがきっかけで睡眠にも影響を及ぼすようになった。そこからの金縛りっていうことなんじゃないかな。ごめん、 PUBG のところが難しくてわかんなかった。バトロワの話はしてないぞ。てか P しか会ってないんだよな。へえ、なんで私関係ないですみたいなテンションの返事するの。お、不思議のリングにタッチしてたらようやく雰囲気が変わったね。マットの照明は不気味だけど、左下の脳のマークとスーツは全然問題なさそうだね。ほんとだね。じゃあ何にも出てこないかもしれないな。それでいいんだよ。カメラが落ちてたくらいでした。メモは無視する。また誰かトイレの扉開けっぱなしにしてる。東北の仕業か。私はそんな行儀悪くないから。あ、ここって。やったじゃん。これで飛行機から降りられるよ。え、今じゃんって言ったよ。じゃんって言ったよ。なんだ、ちゃんと言えるのか。もちろんだぞ。多分これ扉を開けるといろんなステージに行けるのかもね。次のチャプタータイトルはアリス。え、なんで、なんで通れないの。意味わかんない。なんでなんで。あ、ガラスの扉があっただけか。おっきなテーブルだね。西洋の豪邸かな。だ、誰かいるぞ。話しかけてきてるね。幽霊ではないのかも。暗くてよく顔が見えないや。明かりつけちゃおう。あ、クリスマスの人だ。期間限定の登場ではなかったんだ。